公園内にある温泉である。温泉地名の由来ともなったユニシ川の渓谷沿いに旅館や民家が立ち並ぶ温泉地。アルカリ性単純温泉。無色透明、無味無臭で含まれる成分が少なく刺激が弱いため利用範囲が広い温泉。肌にも優しいので高齢者に向く。洗温25度以上なので病後回復期の療養や外傷後の療養にも適す。 動脈硬化、火傷、筋肉痛、高血圧症、切り傷、神経痛、慢性皮膚疾患、内身、捻挫、腰痛、糖尿病、疲労回復、月経障害、時、40型、50型、関節痛、冷え症、慢性婦人疾患に効果がある。引用では、胃腸虚弱に良い。湯西川温泉の旅館のほとんどは渓谷に面した。 露天風呂を設置している。郷土料理は季節により、湯西川で採れる、岩菜やメニジマス等の川魚山菜やマイタケ、シタケ等のキノコ類などの山の幸が味わえる。また、旅館によっては、野鳥、鹿、熊、山椒魚など珍しい郷土料理が堪能できる。バンダイ餅といううるち米でついた餅を、バンダイ汁や、ジンゴロウ味噌などで食べる、郷土料理がある。 温泉街の飲食店では、手打ちの、日光そばが味わえる。昔は、かやぶき屋根の民家を利用した土産物屋や食事どころが、下半の遊歩道沿いに並び、温泉街の一部を形成していた。無料露天風呂、夜源の湯橋の上からよく見える場所に、無料で、混浴の共同浴場、夜源の湯と、足湯がある。日光市湯西川水の豪観光センターでは、 露天風呂などを設営した温泉施設がある。また、温泉地からは離れているが、湯西川温泉駅にも併設された温泉施設がある。湯西川の先祖は、平忠実が落ち延びたとされ、平家の落ちう伝説の残る集落で知られている。温泉の発祥は、天正元年で404年の歴史があり、平家の落ちうの子孫が発見されたと伝わっている。 水島から逃れ、身を潜める、山村生活を営み生きるため、この地では、今も、なお単語の石区に恋のぼりをあげない、焚き火をしない、鳥を飼わないなど、独自の風習が残っている。湯西川温泉駅から温泉郷へ続く道路は、長らく強硬な山岳道路となっていたが、湯西川ダム建設に伴う、付け替え道路として2011年7月までに、振動が開通し、 線形が大幅に改善された。六字造句用刀は、湯西川温泉で最も古い混流物として、日光市の重要文化財に指定されている。ABQ 栗山村歴史年表日光市、ホームページ更新日、2010年9月1日。ありがとうございます。